はい、スクスタです、スクスタで今回スクスタフェスが、はい、開催されておりまして、限定の小鳥ちゃん、超かわいい小鳥ちゃん小鳥ちゃん、ヨハネ、ヨハネもパーカーすごい、この衣装かわいいですよね。そして、虹ヶ崎からせつなちゃんということで、はい、この3人のね UR が追加されております。で、Sレアはほのかちゃんと、ちかちゃんですね。はい、この5人ですね。この5人が追加されたということで、そうフェスっていうくらいだから、私前ね2倍になってるのかなって、ちょっと他のゲームだとねフェスってつくと2倍とかになってるんで、ちょっとそう思ったんですけど、まあUR の確率は変わってないということで、はい、変わってないんですよそうだからもう普通の限定ガチャですよね。うん、毎月月末にやる限定ガチャみたいな、まあそんな感じなんですけど、そうなんですよ、虹ヶ崎がねまだ限定でしか UR がこれからねなんか追加されないっぽいので、ちょっと虹ヶ崎好きな人はちょっとね辛いよねなかなか集めるのね9人揃えるの大変そうな気がします。はい、ということで、はい、こちらのねスクスタフェス回す前に、まあこれも、まあ、回すんですけど、その前に私が今回一番ね、はい、これを回したかったんですよね。スクスタ新春お年玉無料10連ガチャということで、はい、無料10連ガチャがね1回だけ回せるということで、なんか前も1回ありましたよね。なんだかの機会で1回 無料10連回したんですけど、まあその時は私はねもう何も出なかったんでまあ今回に期待したいと思います。はい、ぜひねこれで UR っていうか持ってない子とか、まあ とつれるのも嬉しいんですけど、そうなかなかねそう上級最近、まあ、そこそこねイベントとかでカード揃ってきたからか、上級もクリアできるやつも増えてきたんですけど、なんか上級プラスとかねもう全然なんか無理だし、いやなんかちょっと戦略とかもねちょっと複雑すぎてねちょっと分かんないと、いつもゴリ押しなんですけど、うん、ちょっと難しいんですけど、まあちょっとやっぱカードはねいろいろ衣装とか揃えたいので無料10連行ってみたいと思います。お願いします。一番狙いはねカナンの UR、白何、まあ S レア以上は確か確定だったんで S レアが1枚はあるとは思うけど、白かよ、ちょっと悲しいよ。そうか、まあ無料10連はあ、ちょっと期待、あ1枚かな、あ2枚でしたね。まあよかった。お、りんちゃん、ニュー、かわいい。りんちゃん、ラーメン、食べてますね。グッて、美味しいのかな？めっちゃ美味しいっていう握り拳だったのかな？かわいらしいですね。ありがとうございます。まあ、白でしたけどね、サイリウム。でもまあ、エスレアは2枚行ってくれたんで。で、レアは、まあ、確実に揃ってきてるのかな？でも私はそんなにまだガツガツ、お、ほのかちゃん。完璧ですね。そんなにガツガツ、あ、かすみんに至ってはもうなんか、時が進んだ。結構でもやっぱそう、おー。お、しずくちゃん。2枚目ですね。ありがとうございます。ということで。まあ、でもりんちゃん来てくれましたね。はい、至福の昼下がり美味しそう、ありがとうございます。そうなんかこういうねスキルとかねなんか難しくそうなんですよね、もっと理解したらもっと楽しくなるのかなということで、無料10連はね S レア2枚でした。ありがとうございます。あ、でステップアップオールスターガチャっていうのもまあ今やってるんですけど、まあ、これは優勝席でしか、まあ、できないみたいなんでね、うん、まあ引きたかったら課金しろよみたいなそうですね、まあちょっと
今友情席がないので今回はこちらはなしにして、スクスターフェスこちらを10連回したいと思います。お願いします。 UR お願い。あー失礼やった。 5% なんで結構高いんだけど、でも分かんないよね、昇格するかもしれない。お願いします。じゃんじゃんじゃん、変わってくれ、昇格。はい。ダイヤさんニューやった、かわいい、怒ってる。ダイヤさんですね。あ、そう、昨日お誕生日ですね。ね、ダイヤさんお正月お誕生日っていうね、おめでとうございます。そう、ダイヤさん好き。さあ、お、かなたちゃんですね。かなたちゃん2枚目ということで、まあ、フェスはこんなもんかな。くぅ、どうしよう、もう10年回したくなってきたぞ。でもね、あの、カナンがね、フェスに来るときまでちょっと貯めておきたいんだけど、貯めておきたいんだけど、もう10連だけ回します。はい、ということで、お願いします。30連で。あ、来たー、やったー。あ、でも花火が上がってない。まあでもそんなに気にしなくていいのかな。あれ、花火が上がってたらなんか関係あるんでしたっけ。なんか新規とかってあったのかな、ちょっと分かんないけど、お願い。お、お、お、後ろか。お、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 昇格。しかもなんか虹じゃなくて金多い。あ、花丸ちゃん、花丸ちゃん図書館の本を整理してる花丸ちゃん。レアも結構途中増えましたね。持ってないレアはもうないのかな、多分だけど。さあ、誰が来てくれるかな。あ、ダイヤさん。おお、今日はダイヤサンデーですね。これこの前追加されたダイヤさん、やったね。ダイヤさんが着実に増えてきて、うわ、まだ喋ってる途中でしょうかって。そうか、勝手に次に進んじゃうんですね。多分次だと思う。お願いします。誰？あなたのこと。え？待っていた。あ、これ刹那ちゃんじゃね？刹那ちゃんだ。やったー！虹ヶ崎の刹那ちゃん。なんかこれすごい強いと噂に聞いたんですけど。ありがとうございます。せつなちゃんが来てくれました。そうか、今フェスしてる。なんかもう UR 来てくれるだけでちょっと私今嬉しい状況なので。やったね。せつなちゃんですね。えへへ、嬉しいです。なんだっけ、デート編でしたっけ？おデートしてる設定？設定って言ったらあれですよ。ありがとうございます。これはね、確実に育てたいと思います。はい、ありがとうございます。やったね。せつなちゃんのあのソロ曲すごい好きです。で、ダイヤさん、かわいい。ということで、30連ね、なんとか、はい、UR 弾けました。ありがとうございました。いいな。はい、ということで、今回無料10連分と、あとスクスタフェス20連回し終えまして、はい、無事にね、せつなちゃんの UR お迎えできました。ありがとうございます。いや、マジでよかった。はい、このせつなちゃんをね、育てて、ちょっとクリアできてない上級とかクリアできたらなーって感じですかね。はい、あのイベントとかも初めね、 UR とか UR まで行くのめっちゃつらーって思ってたんですけど、でもなんか上級をクリアしてスキップチケットとか使えるようになったら、なんか結構ね、まあ、楽に UR とかも取れるようになったので、なんかスキップチケットとかも結構めちゃくちゃ、なんか今500枚とかね、そんくらいなんか溜まってるから、結構ね、普通に UR だけ取ろうと思えばね、まあ、取れるようにはなったので、うん、それはすごい良かったです。ただやっぱね、ちょっと難しいので、なんか戦略とか、まあリズムアクション
RPG でしたっけなのでそうちょっと難しいんですけれども、まあ地味にね、ゆるゆるっと続けられたらなって思っております。はい、ということで、次ね、カナンがスクスタフェスとかにね来るまでちょっと貯めたい、その前にまあでも UR 来たら多分引いちゃうと思うんですけれども、はい、ちょっとアニメまたラブライブ見直したいなって思いました。はい、虹ヶ崎のアニメも始まるんで、それまでミューズとアクアのね話もう一回見たいなってスクスタやって最近思ってます。はい、ということで、スクスタでした。ありがとうございます。